私のご加護を。急がないと。風を知れ。風の行く先を。急がないと。おや、あなたたちでしたか。本当にお久しぶりですね。ひシャブ業が肝試し大会をやるって聞いて、でも、まさかアヤトがいるなんて。もしかして…おや、もしかして、私は重要な局面にしか現れ…今回の肝試し大会は、確かに私の提案です。肝試し大会は、テイワットに広く伝わっていますし、参考にできる…なるほどな。オイラたこうも自然に人に用事まあ確かにと。ん何かお気になさらず。やったぜ。肝試し大会、肝試しの場は組み分けができたら一番す。その回その通り。商人たちは資金を集め3つの成功。オイラ分かった。1回ごとに。ええ、よく3つすべて豪華ごし。さあ無論さて心配だ。オイラは肝試し大会って。なかなかの勢いですね。私もさあ
話はこのくらいにしましょう。3つのものの最後に友達として一つ。あいつのあの口ぶり、まさか真珠の森に何か本物がいるわけじゃない。お前もそう思うのか。とにかく噂の。ちょい止まった。カー、この声はイット。まさかお前も肝試したいか。そりゃもちろん。悪いな、報酬は全部この何が、はあ、なのにな、真珠の森なら。あ、なろう、子供が度胸。本当にだ。いつもこいつもみんな揃って元気が。その気持ち、メンツのもん。荒竹屋の親分、最初は理解できなくていいが今に似て。だがしかし話が戻っちまうが、シャブ業の奴らだけは。それが原因で、ま、結局メンツのシャブ業が。それ、そうだ、この俺様が直々に脅かし役を演じるぜ。だが、うん、やなこ、頼む、いやだ、頼む。でも言っとくけど、オイラたちの目標は肝試し大会に優勝して、お前のことはついでなんだから。あっオンに出発。今度こそ。もうるさいや。ひょっとして笑い声って。おい旅人、ハイモン、すぐ行く。ここが肝試し大会。オイラの気のせいか。おいパイモン。いきなり後ろから。いやな、突然とある顧問どもを驚かす。今さらそれに気づいたのかよ。リハーサル、とびっきりのアイデアを思い。そんでお前らに俺様の実力を見せつけてやる。あいつ勝手なこと。まあオイラと、あそこに肝試し大会の関係者がいるみたいだぜ。あなたたちも肝試したい。そうだぞ。ええ、私には見えます。お、何も知らずにここに入り込むなんて。こいつ本当に。今ならまだ引き返せますよ。3つまで数えま。ええ、ちょっとした試練。焦るべからず、疑問を抱くべからず、深くつかの間の安らぎをゆっくりたの。やっにも分かる話になった。あら、でも名簿を見るとあなた、つまりもう一、いきなり仲間さ。イットのやつが消えていなく、私の知る限りまだ相手の決まっていない選手がいるようです。探してみるのはいかがでしょう。でもそんな、旅人さん、パイモンさん。え、彩香も肝試したいか。ええ、鬼、ただ彩香も初めて。実は私、そのさっき巫女。よかった、もしよろしければ、 あなたたちがそばにいてくださればな。本当ですか。ではよろしくお願いいたします。もし私が驚いてしまってもどうか笑わないでください。
どうやらお相手を見つ、ちょうど試合も、その名、団子ギュッ。友樹さんからご提供いただいた団子、方向を示す準備が出、行こうぜ。他の、そういえば、十数年前、とある家臣が、私にこんな物語を語ってくれました。とある浪人がいました。彼は、とある夜、森を横切ろうとしたその時、突然見慣れた光景が、だんだんと異様になっていくことに気づきました。彼は、自分がまるで別の世界に行ってしまったかのように感じ、足を止めました。なんと、到底人には見えない奇怪な者たちが、みんな揃って自分を見つめていたのです。すごく怖いぞ。周りの木を見るのも怖くなってきた。大丈夫だよな。何か変なものが出てきてしまっても、おいらたちは、そいつを懲らしめてやる。眩しいですね。これは花火ですか？いきなり明るくなった。絶対に怪しいぞ。早くここを離れようぜ。見つけたと思ったけど違うみたいだな。他のところも探してみよう。俺様の腕を見せつけてやるぜ。どうだ、ビビったか。よく見えませんが、何かが動いているようです。早く逃げろ。あれ、こ、隣にカカシも置いてあります。そんなことどうでもいいから。まさか、ってことでいただきます。まさか、つまり団子牛乳に触ったら狙われるってこと。それもそうだな。うまいぞ。そうですね。先、よく周りを見てみると、お兄様が、しかし恐怖も完全に悪いことだとは言い切れません。もう少し森の中を歩き回りたいのですが。そうなんですね。では私は先に、心配なさらないでください。一度体験しましたから、今度は簡単に脅かされたりはしないでしょう。ではまた今度お会いしましょう。えい、あなたたちでしたか。巫女からここ。そうだったのか。それでエイは肝試し大会を楽しめたのか。いえ、特に変わりありません。私は何も怖くはなかったのですが。巫女のやつ、まさかわざとエイを送り出して人を脅かそうとしたわけじゃないよな。でもそれじゃあ、エイは何の体験もできな。これは以前一緒に飲んだことの。実はここに来てから馴染みのある気配を感じて。馴染みのある気配。下の砂浜へはもう行きましたか。先ほど近くを散策していたところ、砂浜に空き地があるのを見ました。そこには見覚えのある遊び道具が置かれていました。ざっと一通り眺めてみたのですが、どうやら秋津遊芸という名のようでしたので、
秋津羽遊びから派生した遊びではないかと推測しました。秋津羽遊び？なんだそ？羽子板で玉を打ち、誠も昔、秋津羽妖怪たちはよくお祭りを開きました。大勢で集まって。それって常にど？そうです。残念ながら過去は放映のように去っていき、面白そうな。もし興味、先ほど私が言った、やったー。では私はさ、はい、あなたたち、そんな信じていますよ。それにしても砂浜でやってる遊びの、うわぁ、とにかく大いざ。どうだ、俺様の脅かし役としてのテクニック。どうしよう。おいら、ずっと旅人、お前はどう思う？マジかよ。俺様も自分にこ、あいつらがどの道を通っ。この辺りのはず。急げ、俺さ。来たぞ来たぞ。いた。そりゃもちろん、あいつらが来たら揃って。こ、子供っぽいやり方だ。はいはい、あいつら今は、今のあいつらは、ま、やつらの反応が追いつく前に、シッ、聞こえるか、三つ数えて、二、一、ふわっ。ま、うっ、まさか、お化けだー、お化けだ。待て、もう逃げなくていい。お前にも肝試し大会の会お前の方が先に逃げたそりゃ、なぜ本当の幽霊は、ふと思ったんだ。つまり、あいつらも、で、冷静になってから、いやいや、そりゃないぜ。あの三人は、決して、よし！え？でも、でも、今戻ってしまった。安心しても。本当か？やったぜ！そうだった！前に八重堂で買った小説に、事件をちょ、いやだ！おいらも行く！お前らの、よし、あいつらはさっきあっちの方向に逃げていた。でもそれじゃあ、お俺様を心配する必要はねえよ。俺様が本気を出せば向かうところ敵なしだぜ。嫌な予感がするぜ。お前のことをここまでビビらせるなんて、今回やつらを捕まえたらきっちり勉強させてもらうぜ。イットのや、オイラたちも本当に行くのか？そうだな。でも先に約束。いざ。うん、いつの間にかさっきの三人全く見当たらないな。いった、やっぱりイットの言う通り、あいつら。よく聞け、さん。うわあ！なんでここに人がいるんだよ！声もた。そんなことしちゃダメ、千鶴。欲が理性を上回ると、他の人に不幸をもたらしてしまうのよ。もう少し耐えるの。あんなに長い間耐え続けてきたんだもの。このくらいの時間。きっと大丈夫でしょ、ね。こんにちは。3人の悪いやつがここを通るのを見なかったか。君たち、私に声をかけたの？
こんな私に声をかけたの。ここに来るべきじゃなかったのよ。私に近づく命が惜しければ早く離れて。じゃない、同じ過ちを繰り返さないで帰って、帰れ。起きて、ほら起きて。よかった、無事だったみたいだね。僕に質問する前にもっとだ、おいらを食べないでくれ。おいらの仇絶対に取っ、うわぁ、おい、兵装まで。さっきの怖いやつ。怖いやつ、僕が着いた時は君たちが一体何。どうやらさっき僕がどうしてここに、実は依頼。そうだよ、砂浜の。おや、あの遊びは。でも砂浜にはさらに変だ。まさか。うん、人々もそれで天領奉行もともと近づく。でも僕は、つまりアヤトのやつ。さあ、さっき依頼を受けたって言ったで。彼の話による、聞いただけで。彼が何かを隠し、しかもこの一件、誰が砂浜であの遊び、この真相が知りたいってのもあって。僕のことは気にしなくていいよ、君たちも気をつけてね。
次の仕事は。ついていきます。